はい、今日も冥王の影占いやっていきましょう。でかい仕事になりそうだな。なんか最近にデッキが面白いデッキを使ってくることが多くて、伝説魔法使いとか連携とか、ね、もう診断が近いとガチ勢以外はなんかいろんなデッキで楽しんでるという感じですね。伝説だったら勝てない。こうでも時短で、いなくなるからな。クリフトがいなくなるから、そこはチャンス。よし、行くぜ。伝説レッグも強いし、ピラミッドでも強いし、割とアリーナというか、これは誰だ。何が来るんだ。武闘家は何でも強いイメージがあるよね。クソバニーだし。伝説か、違う、トゲ坊主かが意外だ。おお、ということはピラミッドデッキ、俺のターンだな。ターンいいね、ここは。さあどうしますかという。しかも次クロスカッターが効きそうなイメージ。どれにしようかしら。さすがにクロスカッターは想定してないでしょ。ビルドから来たら殴ってくるからね。殴ってきたら別に嬉しいんだが、無視した。もうこれやっつけられるじゃんね、そしたら。だいぶ有利だぜ。ああ、ダメージもいいね、これは。これはダメージの方がいいパターンだな。さあ、準備できたぜ。そこだ。何が来るんだ。さてこの一点は無視できないか。さあ私のターンよ。この冥王が効きそうなんだが、わあ、冥王で隠れよう。これはチャンスではある。回す。はい、これ倒さない方が次に。いやー、ピラミッドに行こうか。俺のターンだな。あえて倒さない方がこれはいいしパターンでしょう。もう1個出すっていう手もあるが、まあいいか。殴らない。どれにしようかしら。やった、いいのが来た。怖いな、最後に一気に相手殴ってくるって感じか。なんか出さないとこれはなくならないし、出すとああいかんとか。ビルド何に使うつもりかな。さあ行くわよ。ああ、殴っちゃう。なるほど。よし、行くぜ。地味にカイロサントでやっつけとくのがいいかな。そうだね、それが楽ちん。カイロスハント。何が来るんだ。これは回復だね。はあ、どうせ現れていいか。くそ、もう時間がね。
ちょ、殴っちゃう。次マヤがいるしね。やれることはやったな。さあ、私のターンよ。向こうのクリフトがなければ、まあなんか勝負になるでしょう。これが現れるかどうかか、勝負は。次のターンぐらいに武器使ってきそうだけど、1枚これ使ったでしょ、さっき力の指輪。クロスカッターで。うまいことやるもんだね。まだ11だから、現れるのは次。その前に勝負をかければ。これはやっつけといた方がいいかな。ちょっと邪魔だな。いや、でも無視してもいい。あ、もう出ちゃうのか、これで。それは想定外だな。結構いろいろ使っちゃったそうです。どう攻めるか。いやー、これは困ったな。マヤで行きたかったんだが、いいか、マヤで行くか。で、つけて一点ここ殴って、ここちょっとこれか。エピキは死んでいいんだ。こんなことしてる余裕があるのか。マルティナに攻撃したら100万倍で返ってきそう。ここが腕の見せ所ってね。くそ、もう時間がね。あんまり俺を怒らせるなよ。ほら。ピャッ、イッシシー、もーらい。そこだ、イッシシー、もーらい。あ、まだ走れない。これはなかなかいい。この真空蹴りはマミーに効く。16点出るかな。付き合い。まあそうだよな。行くわよ。行くわよ。僕もにも真空切りがあるということを知らないだろう。俺のターンだな。回復するこれがでかい。諦めた。あなたのこと甘く見ていたわ。そんなに強くないけどね。まだ勝負になると思ったけど、真空蹴りがこっちに入ったの見えたかなという感じでしたね。いや、久しぶりにピラミッドを見たが、あんまりビルドが活かせてなかった感じだよね。向こうビルドよりは違うのの方がいいんじゃないかなっていう感じですね、はい。次に行きましょう。やっぱ冥王の影は相手がちょっと嫌な感じ。嫌っぽい気がしたね。あ、これは見たやつだ。違う。すいません。これじゃない。戻りたい。正々堂々。これ見たやつだ。お気に入りに入れるの忘れた絵画と。これはもう見たやつだ。よし、行くぜ。すいません。これは昨日放送したやつ。ということは、さっき買った。しか、こっ
ちの方が面白かったかな。私の呪文でぶっ飛ばしちゃうんだから。やばい、これも違う。これマスターズだ。マスターズ、マスターズだ。これこれは違う。たまにマスターズ見るっていうのも面白いけど。見事だ。即死じゃねえかよ。マスターズじゃなくて、グランプリで買ったやつ、これだ。すいません。子供扱いしないでよね。こんなんかいいのが引けて、すげえいい勝負になった感じの試合でした。さてと、ああ、思いが一気に出せる展開になれば強い。1コスぐらいまで下がればね。両方下がるから強いよね。次に、2ターン目に何が出るかっていう勝負だね。さあ、行くよ。食べろ、ニコちゃん、可愛いが、相手もない。来た、いいドローだ。これは素晴らしい。スモークから来た。スマホ星屑以外だったらこっちがお得と。何にしようかしら。はい、マギール、これは結構めんどくさいね。どうするか、今倒すかっていう選択になる。これ冥王の影いいよ。ここは冥王の影でいく。そうそう、これでドローしてくれるから、2ドローもらえるから、これが下がるからいい。まあ、こっちで行っても単調ナイフで行くのが良かったんだけどね。そうね、地図を出すのが一旦遅れるから、3ターン目にできれば2枚目の地図出したいんだよね。なんだこれは、ベロニカかと思ったがベロニカではない。向こうから殴ってきてくれるってことは別に。よし、で回す、すのは逆に出る。実は美味しかった。好き。これでラプソンでもいい。何が来るかしら。俺のターンだな。スモーク来た。また嬉しいね、これ。準備できたぜ。パンチのナイフいいね、これ。パンチのナイフ、これ下がる、下がる。下がる。何が来るんだ、下がる。からのスモークだね。で、これは現れないと。この2点を打たせない。意地でもこの2点を打たせない。こっちに打ってくれたんなら美味しいよと。でかいやつがセレシアとかそういうのが出てきた時のためにこれ取っとく。これ序盤はこれ殴られまくって途中から回復で耐えるという。次これがいいよ、ラプソンが効く。何が来るんだ。これはそろそろ現れた方がいいかどうか悩むな。いや、もう殴り行こう。これがね、ラプソンが、これに出てきたところにラプソンが合わせられるのが強い。これ必ずラプソンはここに呪いがついちゃうんで、殺そうとすると。もう夜しかいた。倒すかどうか悩むな。これグレント1点で倒すって手もあるが、そっちに打つ。俺のターンだな。コインが1枚もうこう無駄になってる。ワンドロー推奨委員会で先に盗むしてみる。攻撃力僕に1あったらすごい良かったんだけど、これ勝負感じなんだよ。星屑でここは叩ける。これはかなりでかい。さらに星屑使うと1枚手に入るから、この辺が天使がめっちゃコストが下がる。
星屑1枚盗んでドローしたことでかなり得している。ちなみにアジトはね、ちょっと重いんでね、多分抜いちゃったと思うんだよね。で、これで回復でちょっと耐える。何が来るんだ？回復回復。いいよ。いい感じだ。いい感じだ。そう。まあ、ここに女神使ってくれたのは、まあ、よしと考える。あとでもメラゾーマ2枚をどうするか。そう見た。でもこれが僕は倒せる。倒せないか。これ残っちゃうな。ところで、しかしいいものがある僕、ダークホーン。こいつ厄介なんだよね。なんでダークホーンで。ダークホーンの候補はホロボスと、新幹線で倒せる。でかい。走って。潜ってここでヘルクラッシャーも出せるという素晴らしい。これは諦めざるを得ないのでは。殺されるか。これ殺したところで他がまだ残ってるからな。おお、サマルトリアかい。もうサマルトリアを使ったってことはもう地図をめくれないってことなんだよね。地図を任意にめくることはできない。このサマートリアした時点でもうあと、ここに対してメラゾーマとかで何かしないといけない。おお、頑張るね。テンション3上がったのが下がるのは悔しいか。どうするかだね、これ。あ、いいのが出た。これは死んでもよしとするかどうか。楽しくなってきましたね。見捨てられてしまいました、ね。5点クラウドはきつい。ジャッカルで倒して。ほら。この程度で私は本当に滅びるとでも。さらに回復じゃない。回復にしてもよかったと思うけどな。あんまり俺を怒らせるなよ。ポポロスが来た時のために、お話しにしてみた。いいね。このベホイミスライムが強いんだな。でドローで大したこと、ものが来なくてやめたという感じですね。はい。今回だけ勝ちを譲ってあげる。まあ、今日はこんな軽い感じで、明日のね、生放送楽しみにしてます。あと今夜、7時から、ギルドナイトーナメントあるんで、ぜひ、挑戦したいという方は面白いデッキ持って来てください。お待ちしてます。